今川義元、本当はかっこいい街道一の弓取りの話、前編。皆さんこんにちは。今回ご紹介するのは今川義元。街道一の弓取りと呼ばれていた武将なのに、強いイメージがあまり定着していませんよね。いや、むしろ白塗りマロマユ、おはぐるのバカ殿みたいなイメージの方が横行しています。でも私は声を大にして言いたい。今川義元はかっこいい、めっちゃクレバー。桶狭間で織田信長にやられた負け組、太りすぎて馬にも乗れなかった、公家かぶれで軟弱、そんなマイナスイメージを払拭したい。そんな思いからクレバーでかっこいい今川義元の姿を前編後編と2回にわたってお伝えしていきたいと思います。幼くして仏門に入る。今川義元は永正16年1519年、駿河の守護大名今川氏親の五男として誕生。幼名を宝菊丸と言いました。母は後に女戦国大名と異名を取る正室寿桂に。外祖父にあたる公卿中帝信胤は11位の官位を賜った朝廷の実力者です。同母系に6歳年上の嫡男氏輝と次系彦五郎が、処刑に元寇を得たん庄司戦将がいたとされます。当然ながら誰も宝菊丸に家督が行くとは思っていませんでした。家督争いを避けるため宝菊丸は幼くして仏門に入ることになり、加藤第一の伽藍を誇る大寺院富士の善徳寺で出家します。善徳寺は甲斐との国境にほど近い防衛施設でもありました。宝菊丸の出家にあたって父氏親は今川屋敷の北西静畑山の麓にあった自らの母の別邸を改修して善徳院現静岡市臨済寺を建立。今日建仁寺で修行し将来を嘱望されていたそう旧栄正菊を招いて宝菊丸の教育係としました。この旧栄正菊こそが後の国威の最初大元宗府。ここではこれ以降馴染みのある大元摂斎で統一しましょう。摂斎と商法。大元摂斎はもともと今川家臣伊原氏の出身。伊原氏は現在の静岡市清水区を治めていた一族で、母方の興津氏も海賊州として今川家に仕える重臣の一族でした。出家の経緯はよく分かっていませんが、9歳頃には仏門に入り、京では最先端の経典や学問文化に触れて切磋琢磨していたようです。そのためか氏親からの招きを二度も断ったと伝わります。ですが実家の主君の頼みを早々無下にすることもできず、宝菊丸の教育係として帰郷した時、摂斎は27歳、宝菊丸はわずか4歳でした。以来摂斎は生涯にわたって宝菊丸こと義元を支えていくことになります。間もなく摂斎は宝菊丸を伴って上洛。しかし大永6年1526年、修行に励む2人のもとに宝菊丸の父氏親の訃報が届きます。当時8歳だった宝菊丸は帰郷して氏親の葬儀に参列し、棺の綱持ちを務めました。喪主は14歳で家督を継いだ兄氏輝。位牌を持ったのは出家していた10歳になる処刑、後に宝菊丸と骨肉の争いを演じることになる元寇を得たんでした。以後未亡人となった母寿桂には新当主氏輝が20歳になるまで後見として君臨。
自分の印判を押した公文書を発給して、今川家を実質的に取り仕切りました。再び摂斎と共に上洛した宝菊丸は、享禄3年、1530年、京建仁寺において、得度式を執り行い、正式に出家の身となります。名も泉岳正法と改め、より厳しい修行を旨とする妙心寺に移りました。秘めた野心と下積み時代、地元から遠く離れた京で学問漬けとなっていた修行の日々、この経験こそが後に正法を街道一の弓取りに押し上げた重要なファクターだったのです。先ほども少し触れましたが、当時の寺院、しかも京の寺院というのは日本における最先端の学問文化が集まる場所でした。大陸から渡来した書物の中には仏教経典や詩歌、思想書はもちろん、軍事、政治学、算術、天文学などを扱った書も含まれていました。京での修行中にこれらの書物に触れていた摂斎は、自らの知識と秘めた野望をたくさんとして正法に英才教育を施します。仏道修行のストイックな生活で心身ともに研ぎ澄まされた正法は、師の教えをぐんぐんと吸収していったのです。また師弟は京での人脈づくりにも力を入れました。今川氏は足利一門吉良氏の分家、御所が耐えれば吉良が継ぎ、吉良が耐えれば今川が継ぐと言われた名門でしたから、五男といえども将軍家周辺にパイプを作るのはさほど難しくありません。さらに朝廷内部に対しては、父の時代から歌の師範として本国に累贅為和を招いていたという縁があり、正法も為和に支持しています。為和の上累贅家は駿河に家領があり、今川家とは関係の深い間柄でした。もちろん母の実家、中野帝家というバックボーンもありました。僕は五男で僧侶ですから野心なんてないですよと、その身の上を隠れ身のに幕府と朝廷の中枢に顔を利かせていった正法とブレーン摂斎、おそらく師弟の間ではいずれ今川の家督を狙うという壮大な共通目標が密かに掲げられていたのでしょう。兄たちの不審死。天文4年1535年、氏輝は甲斐の武田信虎との争いに忙しく、正法を富士の善徳寺に呼び戻します。正法は甲斐との国境付近に睨みを利かせ、山中湖周辺で戦う兄のサポートに当たります。翌天文5年1536年3月、氏輝と彦五郎は父のいとこ北条氏綱主催の歌会に招かれます。二人は歌の師である累贅為和を伴って小田原城を訪問。今川館に帰還した直後の3月17日、氏輝と彦五郎はあろうことか二人とも急死してしまったのです。旅先で疫病にかかったとも言われますが、同じ日に亡くなるなんて、これは匂いますよね。陰謀の香りがプンプンと。ちなみに彦五郎という人物の名は、今川の公式記録には載っていません。存在自体を消された可能性が高いです。この後、累贅為和は今川の使者として活躍していますし、正法と摂斎、何かやったよねと思っちゃいますよね。寿桂尼の側近だった九島氏の陰謀という説もありますが、正法、摂斎、為和の方が数段怪しいです。一説には氏輝と敵対していた武田信虎も一枚噛んでいたとも。証拠はありません。というか、やったとしても証拠なんて残しませんよね、この人たち。実母寿桂尼が江丹派に、若き当主が跡継ぎのないまま急死、
自邸も死亡となると、巻き起こるのは家督争い、バチバチの兄弟戦争の勃発でした。生まれ順では三男の処刑、二十歳の元寇エタン、正室バラを優先するなら18歳の仙岳昌宝、当然寿慶には昌宝を支持したと一般には思われているのですが、どうもこれが違ったようなのです。エタンの母は先ほど出てきた福島氏の出身、福島氏は遠江高田神城を守る重臣の家、ご北条氏ともゆかりが深く、一族の越前守はエタンの外祖父であり寿慶尼の側近でした。エタンは現藤枝氏の辺城工事、現在は辺城寺にあって花倉の御曹司と呼ばれていました。この故障と居住地から考えると、家中での地位は昌宝よりもわずかに上だったようです。辺城工事は以前今川氏が拠点としていた花倉城、藤枝氏にほど近く、当時の寺社の多くがそうであったように、堀切や廓などを備えて山城としても機能していました。寿慶尼の夫氏親は叔父伊勢盛時、北条早雲の力で危機を乗り越え当主の座に就いたという恩義もあり、彼女はご北条氏との関係を大事にしていました。女戦国大名と言われる寿慶尼のことですから、自分が産んだとか正室腹とかは関係ない、今後の今川のことを考えればエタンを家督につけるのが最善と判断したとしても不思議ではないでしょう。こうしてエタンは寿慶尼や福島氏の指示のもと挙兵、駿府の南久能城久能山に入りました。花倉の乱、一方で昌宝は京でのラインを生かして将軍足利義晴に家督相続を承認させ、現属して今川義元を名乗ります。義元の義は義晴からの返帰、将軍家お墨付きという大義名分を手に入れたのです。しかし実母寿慶尼が枝派となると、家中で義元支持を表明した者が多数だったとは考えられません。武田信虎と通じていたとしても当初の兵力差は大きかったと思われます。そこで摂斎は今川重臣たちの取り込みに奔走、岡部氏、瀬名氏といった有力家臣の支持を得ます。5月25日、エタンの軍勢は義元の守る今川館に攻めかかります。義元にとってはこれまでの英才教育の成果を存分に発揮するチャンス、守りを固めエタンを寄せ付けません。エタンは大崩海岸、日本坂峠、渦の谷峠といった急峻な地形を利用した現焼津市の片の上城を占拠し、両者は激しくせめぎ合います。そんな中、摂斎の交渉力の見せどころというべきか、寿慶尼と実婚なはずの北条氏綱が義元支持を表明、エタンは一挙に劣勢に立たされます。6月10日、義元派岡部親綱、岡部元信の父の猛攻によって片野上城は落城、エタンは花倉城へ退却を余儀なくされました。義元は攻撃の手を緩めず、そのまま花倉城を落城に追い込みます。追い詰められたエタンは西の山麓瀬戸屋の不問寺へ逃げ込み、ついに自刃、享年わずかに二十歳でした。摂斎との二人三脚で熾烈な兄弟戦争を制した義元は内外に家督継承を宣言、実母寿慶尼を政治の中枢から遠ざけると、自分を支持した家臣たちを重用して義元体制の確立を図っていきます。外交方針の転換、加藤の乱勃発、デビュー戦花倉の乱で華々しく勝利を飾った
期待の新人泉岳商法改め今川義元。しかし早々にプロの洗礼を受けてしまいます。家督を相続してからまだ間もない天文6年1537年2月、義元は兄氏輝が敵対していた武田信虎の長女上慶院を正室に迎え、武田氏と正式に同盟を結びます。義元と信虎は摂斎の策により乱の前後から通じていたようです。乱の直後、信虎の嫡男晴信の継室として三条金頼の次女が輿入れしていますが、この婚姻を斡旋したのも義元だったと言われています。扇ヶ谷上杉氏と結んで侵攻してくる武田信虎に手を焼いていた北条氏綱は、それじゃあうちが武田と戦になった時今川は援助しないということかと不満を表明。この婚姻を妨害しようとしましたが、ついには軍事衝突に発展し駿河に侵攻してきました。義元はすぐに対応しようとしますが、花倉の乱で内部分裂していた家臣団を収束しきれず後手に回ってしまいます。その間に氏綱は富士川を挟んで今川領東部を加藤地域を占拠、さらに花倉の乱で現行江丹川に組みした遠江の国衆堀越氏や井氏が北条方になびいたため、義元は東西から挟み撃ちにされるというピンチに陥ったのです。しかし幸いというべきか、箱根の山々に阻まれて北条軍の兵站が滞りがちになり戦況は膠着。以降今川と北条は長きにわたって睨み合いを続けることになるのです。まとめ、駿河の国の守護大名名門今川家の五男として誕生した今川義元、わずか4歳で仏門に入り生涯の師大元摂斎と出会いました。摂斎と共に京の大寺院へ留学し最先端の学問を習得し、幕府朝廷の中枢に人脈を作っていきます。やがて当主となっていた兄と自兄が不審な死を遂げると、処刑元寇江丹と家督をめぐって争い、摂斎のサポートによって見事に勝利を収めました。当主となった義元は母寿桂尼を政治から遠ざけ新武田へと政策を転換、後北条氏と敵対し加藤をめぐって抗争を繰り広げることになります。後編では義元が後北条武田と長長八子とやり合いながらも領国を拡大、街道一の弓取りと呼ばれるようになったその経緯と、桶狭間で織田信長に討ち取られるまでをお話ししていきます。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。